でですね、飾り付けをしてみました。会社の人と一緒にミーティングルームをですね、クリスマス一色に飾り付けしております。今日はですね、クリスマスイブの動画ということで、フライドチキンを作るよっていうのをやりたいと思います。あとね、ちょっとピザとかをねデリバリーしたので、今日はチキンとピザを食べます。見てね。はい、できました。じゃん、めっちゃ大量チキンです。すっげーいっぱい、見渡す限り。はい、いっぱい作ってみました。めっちゃね、揚げてる最中から超いい匂いがしてました。で、クリスマスだからね、一応なんかチキンだけっていうのもあれなので、D デリバリーさんでピザとケーキを注文しました。はい、それではいただきたいと思います。いただきます。やっぱチキンかな。これからいきます。うまっ。うん、めっちゃ味しみてる。うん、うん、おいしい。うまっ。ニンニクの香りがしっかり効いとる。うまい。野菜の素揚げです。ヤングコーン。ナス溶ける。うまい。パプリカ甘い。人参も甘い、もちもちして感じる。
なんかこの角がね、なんか勝手にヘロヘロ倒れちゃうから、もしかしたら食べてる最中に角なくなってるかもしれない。よし、ピザも食べよう。マルゲリータ、おいしそう。トマトが美味しい。もちもちですね。すごいトマトとバジルの香りがフレッシュ。もも肉食べてみよう。じゃん、でっかい唐揚げみたいな。あー、めっちゃジューシー。美味しい。手羽より断然もも肉の方が味が染みてます。ジノ、ルッコラと生ハムのやつも食べよう。いただきます。うわ、めっちゃルッコラ。なんか大人の香りですね。いい感じ。野菜食べてお肉食べてっていうのを交互にやるといいですね。全然飽きん。すげえ美味しいです、ずっと。このルッコラのピザもこうルッコラと生ハムのこのピザも結構野菜野菜してる感じなんで、ルッコラでめっちゃあっさりな感じがします。角がない。なんかね、こう醤油とニンニクと酒だけで味付けをしてるから、味はしっかりついてるんですけど、シンプルなんで、なんかずっと飽きずに食べれますね。これいいですね。
チキンの最後です。なんか自分でね、ここまで美味しいのが作れるのがいいっすね。よし、次最後はデザートです。ケーキだよ。わあ、柔らかいスフレチーズ、めっちゃふかふか。おお、溶ける。すげえ、これめっちゃ美味しい。ふわふわだけど超濃厚。めっちゃ美味しい。チョコケーキ、おお、これはすごい密度だ。もうチョコ食べてるみたい。めっちゃ濃い。おいしい。なんかナッツも入ってるチョコ。ごちそうさまでした。いやー、めっちゃ美味しかったです。クリスマスっていう感じがしました。ピザとね、チキンなんで、なんかこうクリスマスの定番かなみたいな感じで、はい、今日はクリスマスイブということでね、はい、久しぶりのロシアン帽もかぶってみたんですけど、角がもげちゃうので、ちょっと今はね、じかにかぶってるんですけど、前からあの皆さんに揚げ物はしないのみたいなこと言われてたんですけど、はい、初揚げ物、そんなにたくさんの頻度ではやらないので、超久しぶりでした。ちょっと油の温度の調節とかがね、なんか上手にいかないなみたいな感じだったんですけど、はい、でも割と美味しくジューシーにフライドチキンできててすごい良かったです。チキンのね、骨がね、ちょっとね、たくさん出たんですけど、今度はね、これをリサイクルして使っちゃう動画も出したいなと思います。はい、ということで、お腹が空いたらモンスター。今回もここまで見てくださってありがとうございました。今回はクリスマスイブということで、はい、ガチャガチャした背景と、ガチャガチャしたお机と、デコレーションした私の頭と、にぎやかな感じでお送りしました。はい、今日食べたチキンたちのね、骨の行方がどうなるかというのが気になる方はですね、ぜひぜひまた次の動画を楽しみにしていてください。また次の動画が見たいなと思った方はチャンネル登録してもらえたら嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。イブー。